新緑香るレベルス、6月9日聖地後楽園決戦。2人の新たな王者が誕生する。レベルス60キロ級王座決定戦。デビュー以来10戦全勝の大輝鈴木ひろきがついにベルトに王手。争うは WBC ムエタイ王者蒼井健志郎。強敵相手だからこそ証明できるものがある。レベルスムエタイフェザー級王座決定戦。橋本道場の超新星安本陽人がフェザー級到達。3階級制覇を争う相手は一撃必殺のイケメンファイター栗明翔吾。前王者を KO した勢いでベルト取りなるか。そしてレベルス VS シュートボクシング対抗戦。レベルスはエース日向を投入。元 SB 王者坂本勇気を迎撃する。さらに王座決戦勃発。レベルスムエタイ王者キング京介と WMC 王者大野隆が雌雄を決する大一番。他にもレベルス VS 新日本キック3対3の対抗戦など盛りだくさん。レベルス61は6月9日後楽園ホールで決戦。